はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆこるです。最近マジでリアルがやばすぎる男、どうもこんにちは、ゆこるです。8時から公式放送があるんでそちらをまとめようと思ってるんですが、今日はその前にですね、 KOF コラボの交換所解説の方をやっていこうと思います。よろしくお願いします。交換所に関してはクリスを除いたキャラがね、こんな感じで8体かな、8体いるという感じになっています。先に言っておきます、無課金の方ですね。この無課金の方に関しては、周回等でも使える可能性ありますしね、かなり便利なスキルになっていると思います。ぜひ確保しておきましょう。取る価値は十分あると思います。はい、で今回は S ランクキャラから、B ランクキャラまでですねにランク付けしてあげて、このフェイトコラボのキャラ話していこうと思います。はい、でその前にまずはね、こちら魔王石ショップに売っているクリス確定ガチャについて話していこうと思います。当然僕はもう買っています。はい、こちら話していこうと思います。で、まあ、まず確定ガチャのクリスに関してなんですけど、買える場合はもう買い一択です。はい、進化前はまあね、進化後クリスと組み合わせてあげれば強い76リーダーですね。まあスキルベースあるんで安定感はありますが、まあでもネレでもいいかなって感じで、そこまで過去は無理しなくていいよ。このね、変身できるね、進化後クリスがめちゃめちゃ強くて、35ターン変身なんだけど、その代わり変身してあげると、無効感2つ、悪魔キラー2つ、攻撃キラー2つ、耐力キラー2つと、めちゃめちゃキラーが乗ります。はい。1ターンでランダムで闇ドロップを6個推薦持っていて、火力の点でも非常に優秀。さらにリーダースキルは闇は7個以上をつなげて消すとダメージを軽減、攻撃力が15倍、固定50万ダメージ、バランスタイプの全パラメータが 1.5 倍と、軽減もある上に HP1.5 倍、回復力 1.5 倍の攻撃力 22.5 倍で固定50万ダメージを、やばくね、マジで。ネルと組み合わせてあげるとめちゃめちゃ強いんで、まあ裏シャラ等も楽々勝てます。はい、そういう点も踏まえると、もうネルとの相性も抜群で強いということで、確実に買う価値はあるかなとは思います。一応ドット進化の方もあるんですが、ドット進化は優先順位低めで OK、 別にそんなにめっちゃ強いわけではないんで、ドット進化は優先順位低めで、まあ一応このね、3ターンで回復0、指2秒短縮、闇生成ぐらいかなが使えるぐらいなんで、そこまで優先しなくて OK。 とにかく進化後のこの変身クリスはめっちゃ強いんで、ぜひ取ってあげてください、買える人はね。じゃあここからは交換所解説やっていこうと思います。行きましょう。はい、ということでここからは交換所解説ですね。まあ A プラスランクから話していきます。 S ランクはいませんが、ただ KOF は全体的にキャラが強すぎるんで、まあ比較的本来の A プラスランクが S ランクみたいな感じで捉えてもらっても間違いないと思います。かなり優秀なキャラたちになってるんでね、評価していこうと思います。まずは、今回ね、強い順に紹介していこうと思うんで、1体目ですね、僕が一番強いと思ってるキャラはギーツハワードですね。こちら進化前は固定50万追い打ちを持ったね、7強3つに攻撃キラー3つに無効貫通持ちの火力特化のキャラって感じですね。ただまあこの子のやばいところに関しては、この形態じゃなくて進化後ですね、バインド耐性2つ、封印耐性、指延長2つ、10強7強 L 字消し2つ、超覚醒7コンボ強化です。まあ、これがね、リーダースキルと噛み合わせてあげると、盤面6コンボで毎ターン4億ダメージとか6億ダメージとか9億ダメージとか出るんですね。でしかもスキルもね、悪魔タイプ全パラ 1.5、ごめんなさい、悪魔タイプの攻撃力 1.5 倍に、右端下手位置と光ドロップに変化、全ドロップをロックという感じで、光生成もできて火力も出せて安定感もすごい、ロックもあってルーレットも無効できる。リーダースキルは悪魔タイプの全パラが 1.5 倍、8コンボ以上で攻撃力が10倍、光焦げしてダメージを半減2コンボ加算と、まあ、リーダーフレで使ってあげれば4コンボ加算して、なおかつ半減もリーダーフレで貼れるから 75% 減、さらに HP も 2.25 倍、悪魔タイプ縛りこそあるものの、めちゃめちゃ硬い、なおかつ火力も出るパーティーが完成します。安定感もあってすごい強いんで、交換をおすすめのキャラとなっています。ドット進化の方に関しては、この検体は全ドロップロックに消せないドロップを5ターン回復があると思ってもらえれば OK です。そんな感じで、こっちの形態に関してはスキルチャージをね、持っている2個持っているダメージ無効貫通キャラって感じです。捉え方はそんな感じ OK です。基本的に進化後がめっちゃおすすめで、そんな感じのギーサワードがまず A プラスランクの第1位ですね。次、さあ続きまして A プラスランク2体目はヤガミですね。まあ、正直この究極進化後は一応ね、なんかありますけど、あんまり使わないんで飛ばしますね。ヤガミのやばいところは転生進化の方ですね。闇ドロキョ2つに10強7強あって、超覚醒で7コンボ強化があります。なので火力がめちゃめちゃ出る、火力がめちゃめちゃ出るのが魅力的なキャラですね。さらにスキルチャージもあってね、スキルチャージもあるんで、ファスカと組み合わせてあげるとほぼ毎ターンスキルチャージ打てるんですが、そのスキルがロック解除をし、5属性プラス回復ドロップに変化、1ターンの間指と攻撃タイプの攻撃力が3倍と、エンハンスがね、実質7ターンで打てるんですよね。周りも良くてめっちゃ強い。で、まあ、リーダースキルは攻撃タイプの攻撃力が16倍、8コンボ以上で回復力が4倍、5属性同時攻撃でダメージを 60% 軽減、固定50万ダメージと、ファスカと組み合わせてあげるとほぼほぼ欠損もしないんでね、裏シャラとかだったらね、めちゃめちゃ安定して強いです。っていう点も踏まえて、転生が強いオロチが2番目に入ってきました。
ドットシンガの方に関してはこっちはあんまり使うんかな、スキブ3つに攻撃キラーあるぐらいの感じだけど、こっちはね普通に無効感3つに烈強打つあって、しかもスキブ4つ持ち、かなり火力も高くて優秀なキャラですね。でスキルも2ターンで打てる上にリーダースキルは6コンボ以上でダメージを軽減、攻撃力が18倍、闇は6個以上つなげて消すとダメージを軽減、固定1ダメージと、まあ、すごい普通にね、スキルもね、リーダースキルも使いやすくて、なおかつね、無効貫通とかの火力も高いという感じで、非常に優秀なキャラになっています。ただまあ、基本的には転生一択でいいと思いますが、一応ドット進化も頭に入れておいてください。そんな感じです。じゃあ次。さあ、続きまして3体目、7カスですね。こちらに関しては、7強3つに超覚醒無効貫通があって、火力が出るキャラになっています。ただまあ、火力要因というよりかは、スキルがね、ランダムで1キードロップを3個ずつ生成、消せないドロップと覚醒無効5ターン回復というスキルなんですね。このスキル5ターンの割には普通に優秀で、ダンジョンによってはめっちゃ刺さるんで、このスキルのために持っておく価値はあるかな。リーダースキルは体力タイプの全パラメータが 1.5 倍、6コンボ以上で攻撃力が12倍、木と火の同時攻撃でダメージを軽減、2コンボ加算って感じになっています。リーダースキルよりかはまあ、スキルが強くて使いやすいかなって感じあるよね。ドット進化の方に関しては、こっちの進化前の方はリーダースキルがね、一応ね、貴族性の HP が2倍、攻撃力が6倍、木の6攻撃して攻撃力が3倍、2コモ加算という感じのリーダースキルを持っていて、さらに操作時間8秒固定もあって、比較的使いやすいかなとは思います。はい、そしてもう一体の方に関しましては、無効感2つにスキブ3つに7強があって火力が出る上に、スキルは5ターンの間ドロップがロック状態で落ちてきて、場合によって覚醒無効が全回復というね、ちょっと尖ったスキルを持っています。まあただドット進化に関してもね、そんな別に使うわけじゃないと思うんで、基本的にこの7カセがね、普通にバインド回復、消せないドロップ回復、消せないドロップ回復と覚醒無効回復で使いやすいと思います。そんな感じです。はい、次。さあ、そして最後の A プラスランクは両坂崎ですね。こちらはね、唯一攻略じゃなくて周回でランクインです。まあ、この深刻な形態は落ち込んなしに光生成があるぐらいかな。そんな感じですね。で、このドット進化の、両坂崎がパズドラで最も火力の高いマルチの攻撃力のキャラになりましたと。マルチブーストがね、2個あってね、なおかつマルチブースト武器もつけれるんで、攻撃力がめっちゃ高いです。まあ、普通にパズドラで一番高いマルチの攻撃力高いキャラになってるんで、結構貴重なキャラ。しかもスキルもね、最上段横1列を光に、最下段横1列を光に変えてくれるんですね。この光にレスですもかなり優秀なんで、ぜひ持っておきたいキャラになっています。はい、そしてまあこのね、もう一点の方に関してもね、スキル3つに無効が2個あってね、まあ、スキルが1ターン落ち込んだし2コンボ加算、最上段横1列を光ドロップに変化と、少し尖ったね、スキルではあるんですが、これも優秀になっていると思います。まあ基本的に色坂崎は周回で使うんで、周回勝ち点の人だけかも、確保してあげればいいと思います。そんな感じです。次。はい、ということで続きまして A ランク、草薙京からスタートです。まずこちらはね、火と火薬の二色陣で、超一と無効貫通を組める二色陣を打てた後に、8ターン姫ザメができますと、ランキングダンジョン等での活躍はかなり期待できるかな、持っておきたいキャラになっています。で、草薙京は転生進化ができて、追い打ちに7強3つに悪魔キラー、攻撃キラーを持っています。火力が出せる点でもかなり優秀だし、超覚醒はバインド、毒耐性プラス無効貫通と、シラにおいてはバインドはいらないんで、無効貫通つけてあげて火力特化で戦えます。はい。さらに火と火薬の二色陣の後に1ターンの間回復力と火属性の攻撃力が2倍と火力も出せますと、リーダースキルはどちらも 35% 軽減で 75% 以上でダメージを軽減、攻撃力が18倍、火の2コンボ以上でダメージを軽減、1コモ加算と、ダブル軽減で火力も出せてかなり優秀なキャラになっています。ウラシャラ等でもぶっ刺されるような性能を持っていて十分強いんだけど、まあ比較的これでも A ランクって感じかな。まあなんでかって言うと他が強いからって感じ。まあ実際今回のコラボだったら A ランクだけど、普通にこれ単体できてた場合だったら余裕で A プラスは絶対に入ります。それぐらいの性能はあるかな。はい。で、ドット進化の方はこっちはね、火と回復の二色陣プラス1ターンヘイストですね。で、こっちの顔の方に関しては、はい、こちらはね、無効感7強赤間キラーって感じで、まあ、超覚醒7強無効感もあるんで、火力が出せるキャラになっていて、なおかつスキルは1ターンの間、回復力とドロップ操作時間が 1.5 倍、火と回復ドロップを2個ずつ生成と、リーダースキルは火属性の攻撃力が10倍、指を2秒延長、6コンボ以上とダメージを軽減、攻撃力が2倍と、まあ、草薙今日はもう作るなら転生進化で、次は究極進化がおすすめかな。目覚めもあって一緒なんでね、そんな感じのキャラとなっています。まずこちらが、A ランク1体目ですね。はい。さあ、続いてもう1体の A ランクがレオナですね。レオナに関しては進化後はダメージ吸収無効やけど、あんまり使わんかな。エンハンスもある吸収無効です。はい。でこっちですね、転生のねレオナに関しては、10強あって、超覚醒で7コンボ強化持っています。はい。そして火力もね、ドラゴン、神、悪魔、マシンという感じで、めちゃめちゃキラーが乗るんですね。まあ、このキラーが乗るキャラに対しては圧倒的な火力を出せるので、かなりおすすめなキャラになっています。こちらもちなみに倍の耐性はありませんが、ウラシャラなら問題はないと。スキルは HP が 50% 減るか、2ターン属性吸収無効か、2ターンの間攻撃と悪魔タイプの攻撃力が3倍と。属性吸収無効2ターンにエンハンスが3倍あって、しかもスキルチャージ持ちですからね。これ実質は7ターンで打てるんで、65じゃなくて76番面ならね、かなり安定してスキルも回せて強いと思います。リーダースキルは3色以上同時攻撃
撃でダメージを軽減、攻撃力が12倍、回復の5個十字消しでダメージを半減2個も加算と。これの弱点はね、どうしてもね、攻撃倍率が12倍しかないところ、これが弱点かな。12倍しかないんで結構弱いです。ただ耐久力は 62.5% 軽減に2個も加算もあってかなり優秀。まあなのでデメリットもありメリットもあるって感じではあるかな。そんな感じになっています。ただまあ十分強いキャラであることは間違いない。でドットレオナ、このね、ドットの方に関してはこっちは無効化に体力キラーがあるって感じで ちょっと尖ってるって感じかな。で 2P からの方は無駄な強無効化って感じで軽く勝たせてダメージ無効を2ターン貫通できますって感じです。まあこれもね、作るなら転生進化がおすすめですね。そんな感じになっています。 A ランクは、このね2体草薙京都レオナとなっています。じゃあ最後 B ランク、さあ続きまして B ランク、まずは白縫いからですね。こちらに関しては、まあ、このね進化後はあんまり使わんかな。正直リーダースキル76マスなんで使うぐらいかもしれないです。あんま使わないと思います。で既存キャラのドット進化の方はもうほぼ全く使わないって感じ。まあ強いて言うならこちら、ドット進化のね 2P からの方が使えます。回復努力4つ持ちで回復力特化で、まあ、なおかつね3ターン敵の防御0にして全ドロップを火水光回復ドロップに変化の4色陣持ち、これが優秀かなって感じ。3ターン防御0がちょっと強いからね、そこだけは侮れないけどね、それ以外全く使い道がありません。なのでまあ使うとしたらこの防御ゼロスキルとしてかなって感じです。それぐらいしか使い道はないかな。でもう一体テリーに関してですね、テリーの進化後はまあ暗闇耐性プラスに10強があってちょっと火力が出るってことぐらいかな。でもあんま使いません。ドット進化こっちのテリーはねほぼ全く使わんかな。でまあ 2P からの方がね一応ね消せないドロップと覚醒無効を1ターン回復して1ターンの間回復力と非属性の攻撃力が6倍になります。まあこのスキルが特徴的でちょっと使えるかなってぐらい。あとはほぼ使えません。なのでまあこちらも無理して交換まではする必要ないと思います。こんな感じが KOF コラボの交換所解説となります。はい、いかがだったでしょうか。まあ正直強いキャラが多いかと言われればね、間違いなく強いキャラが多いんですが、必要なキャラがいるかどうかは皆さん次第になってます。まあそこら辺に関してはね、今回の交換所解説、そして右側の解説を見ながら皆さんが決めてもらえればなと思います。ということで今回は交換所解説動画でした。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。